アスカ村の古道芋が、峠と奈良県道15号が接続する行者辻と、呼ばれる場所にある、縁の行者像芋が、峠の高取町、アスカ村川にある、古道芋が峠への入り口芋が、峠は、奈良県吉野郡吉野町、大淀土町と高市群阿蘇村、高取町との町村境付近にある峠。現在の県道が通る、峠付近では、 この四つの自治体の町村境が接続する。峠道は、吉野町と、飛鳥村等を結ぶものだが、北斜面を走る県道は、峠から、飛鳥村村、茅森までの大半は、高取町内を通っている。なお、県道が付けられる、以前の旧峠道は、東寄りの小峠を越え、尾根を登るためすべて飛鳥村内を通り、旧峠も、吉野町と、 アスカ村の町村境にある。標高497メートル。芋峠、今、峠とも。また近世には、放送峠と書いて、芋峠と呼んだ。現在は、奈良県道15号線が走っている。北斜面、峠への北口となる、アスカ村かやから、峠付近までは、京路が続く。またアスカ川の沢沿いは、 比較的まっすぐで緩やかな坂道であるが、沢を離れて山を上がっていく道はカーブと急坂が続く。一方、南斜面は峠から南口となる吉野町線またまではカーブと坂道は続くが、一部協力感があるものの比較的広めの道が続いている。かつては吉野町と飛鳥村を結ぶ最短の道であったが、現在は 奈良県道37号線の新六路トンネル及び、東の峰から、飛鳥方面へ抜ける、奈良県道155号線が開通したため、場合によっては、東の峰経由の方が早いことがある。古代において、どのあった飛鳥と、利休のあった吉野と最短で結ぶ道として開かれ、天武天皇、持統天皇などの天皇の吉野行行では、 この峠道が使われたのではないかと考えられている。また藤原の道長が吉野に入るのに利用した。中世以降は、吉野山、大峰山への山景道として盛んに用いられたが、大和国名初級石順覧をする旅人は、芋が峠よりも遠の峰丹山神社から入る、流在峠をよく利用し、芋が、峠は、 国中から吉野へと運ばれる物資が多く、行き交っていたという。なお、芋が、峠の道は、国中川では、岡寺を経て八木まで通じており、これらを総じて、吉野川では、岡街道、国中川では、芋とゲー越吉野街道と呼ばれた。江戸時代に、吉野を訪れた、上田明成は、朝日文の中で、高口山子ゆる、半老、芋が、田向けという、 昔の峰に高取の城捧げ上げたりと記している。明治時代まで人や物資が頻繁に行き交ったが、1912年に吉野京弁鉄道が今の六電駅まで開通すると次第に衰える。街道として賑やかな頃は、飛鳥村川の峠途中には三軒の茶屋があり、峠山頂付近には芋峠神社があった。また吉野町側の線またには、 江戸中期には農業兼業の旅館が7個があった。現在の剣道は昭和に入ってから付けられたもので、旧道は久しく忘れられていたが、現在は飛鳥村川では古道芋が峠として整備され案内板が建てられている。また吉野町側でも谷へと下る古道の案内板が建てられている。ありがとうございます。